地下通路があるなんてよ。ああ。これ本当なんだろうな。本当にこんなところにお宝があるのかよ。前の所長に聞いたんだ。間違いはねえ。この無所の地下にはとんでもねえお宝が眠っているってな。おい、これか。 じゃねえかよ。バカだ。どういうことだ。お宝はねえのかよ。生きてやがる。貴様何者だ。 誰なんだ。
たとえ犯罪者といえども命は尊重しなければならない。何だお前は、何なんだお前は。私の名はミカエル、法と秩序を守る者。ここから先はジーザスタウンです。入国許可証を見せてください。繰り返します。入国許可証を見せてください。何者かが検問所を突破、メインゲートに向かっています。何者かが検問所を突破、メインゲートに向かっています。おい、センターに戻るぞ。何者かが検問所を突破、メインゲートに向かっています。動いてはならない。聞くんの身柄はたった今より
当局によって捕獲される繰り返す警告する。警告動いてはならない。動いてはならない。警告に従わない場合聞こえるか、人々の喜びの声が。今日は我々のジーザスタウンが設立されてちょうど3回目の記念日だ。人はジーザスタウンを奇跡の国と呼ぶ。未だかつて人類が到達したことのなかった愛と平和。我が国以外の場所では相変わらずの貧困と戦乱が続いている。まさに我々は現代のエデンに住んでいるのだ。どうかなさいましたか？感動しているのだよ。見たまえ、昨日まで枯れそうだった蘭の花が今日はいっぱいに開いている。こんな小さな花にも命はあるのだ。報告します。何者かが国境ゲートを突破、ジーザスタウンに侵入しました。やむを得ん。重武装兵を使いなさい。私はジーザスタウンのあらゆるものを守りたい。どんな小さな命でも。あなたは正義、そして私は正義のしもべ。
丈夫か？逃げろ！
病院の重武装兵どもだ。どうする、カオル。逃げろ。逃げろ。ているのか。助けてくれ。俺はただ上からの命令で。自分の意志を持たんなら生きていても仕方あるまい。侵入者の画像を転送します。あれは…ハカイダー。
早くしろ。なぜ死ななかった。戦って死んでこそ私の部下の資格がある。まだ動かない方がいいよ。安心しなよ。ここにいるみんなは反政府軍の仲間だ。このアジトもちょっとやそっとじゃ見つからない。食べるか。食うわけねえだろ、ロボットがそんなもん。だいたいスープやパン食うロボットなんて聞いたこともねえ。
ねえ、まさか香りに一目惚れなんて言うんじゃないだろうな。ロボット不正。なあ、あんたに頼みがあるんだ。手を貸してくれよ。今この国は元老院に支配されてる。そいつをぶっ潰したいんだ。変なロボットだね。イカれてんじゃねえのか。とにかくこいつが人間じゃないことに変わりはないんだ。ここに置いとくわけにはいかないな。そうだよ、第一ロボットなんて信用できねえ。壊れて暴れ出したら手に負えねえからな。うるさいよ。私にはわかる。なあ、あんたこの国を救うためにやってきたんだろ。一緒に戦おうよ。元老院のグルジェフをやっつけるんだ。口では愛だの平和だのって言ってるけど、あいつのやってることは。ああ、助けてください。やめてくれ。さっさと行け。ぐずぐずするな。ちょっとでもグルジェフに反抗しそうなやつはみんな捕まってしまう。やめてくれよ。殺してくれよ。殺してくれ。やだ、やだ、やだ。そして人間らしい感情は頭の中にチップを埋め込まれてみんな消されちまう。泣いたり笑ったり怒ったりする、そういう心の動きはグルジェフにとって邪魔なだけなんだ。生まれ変わるだろう。我が国ではいかなる犯罪も起こってはならない。あらゆる犯罪者、反抗的素質のある者には私が新しい命を与えるのだ。美しい、まるで子供のようだ。私は彼らの父親だ。この手で私は彼らを守らねばならん。どのような脅威からも。例えばハカイダ。ご存知なのですか、あのロボットの正体を。私がハカイダを作らせたのだ。え、お前が生まれる前、私はこの国の秩序を守るため軍隊に匹敵するロボットを必要としていた。だがハカイダーは失敗作だった。どうしても制御することができなかった。そして廃棄処分寸前、数人の科学者たちがハカイダーを盗み出し姿を消した。いわば奴は亡霊、存在してはならぬもの。ハカイダーはただ殺戮する、ただ破壊する。奴は私の作った秩序を乱すものだ。抹殺しなければならん。ハカイダーを、総力を挙げてもな。お任せください。私の方が優れている。ハカイダーよりも。グルジェフの言う秩序ってのは
自由を奪うことなんだ。少しでもグルジェフに逆らえば頭の中を改造されちまう、魂を抜かれちまうんだ。この国の平和は偽りの平和だよ。誰もが収録時中グルジェフに監視されビクビクして暮らしてる。この者ハカイダーを探せ。この者は我が国の平和を脅かす危険分子である。探せハカイダーを。頼むよ、一緒に戦ってくれよ。この国を救うために元老院をぶっ潰すんだ。そうそう、元老院をぶっ潰せば今度は俺たちが支配者だ。そうなりゃやりたい放題。合戦に行きたいね。勘違いすんなよ。この金は大切な軍資金だろ。小遣いじゃないんだよ。まあそう固いこと言うなよ。俺たちだって少しは楽しみたいぜ。なあバカ、お前は遊びすぎなんだよ。私の場合いずれ牧場をやるのが夢なんだ。でも今からコツコツと。牧場だってよ。お前ら。まあ待て、少し真面目すぎるのがお前の欠点だぞ。みんな夢を持ってるんだ。お前にだって夢ぐらいあんだろう、カオル。まさか普通のお嫁さんになりたいなんて言うんじゃないだろうな。まあ、いずれにせよ元老院さえぶっ潰せばどんな夢でも叶うってわけだ。俺たちが法律になるわけだからな。え？同じだ、お前たちも。このロボットめ、元老院と同じようにお前たちも醜い。貴様、アンディ、
変わる。一つの希望をお前たちが侵入した人造人間は今破壊しました。の希望をお前らも一緒だ。何も戦わないで知らん顔してる。殺したんだお前たちが。くたばっちまえ。頼みを聞いてくれるか。行きたいところがあるんだ。あー気持ちいい。ここはさ、私の秘密の場所でさ、連れてきたのはあんたが初めてだよ。ジーザスタウン唯一のオアシスなんだ。天然の湧き水だよ。あんたも飲んでみなよ。あの話、将来の夢の話、さんっていうのも悪くなかったかもな。なんでそんな風に見るんだよ。ひょっとして私のこと口説きたいのか。いいよ、でもうまく口説いてくれよな。こう見えても私なかなか落ちないんだから。
なあ、あんたこの国を救うためにやってきたんだろ？一緒に戦おうよ。普通のお嫁さんっていうのも悪くなかったかもな。ユニットおよび重武装兵の 95% は破壊されました。生き残った重武装兵は全てセンターホールへ結集せよ。耐えた。自らの意志を持ち生きるか。
前のようなものがこの世に存在するとは。人にせよロボットにせよ、秩序のための規律は守らなければならない。くだらん。誰が作った規律だ。俺はそんなものを受け入れた覚えはない。私は正義、秩序を守る者。正義の名のもとにお前を処刑する。確かに貴様が正義なら俺は悪だ。
が。花がなぜ美しいか分かるか。それは花が無抵抗だからだ。人民は花のようでなければならない。私とお前で花を育てるのだ。そして花が我々を豊かにする。私がお前を作った。私に従うのがお前の運命なのだ。私ならお前にさらなるパワーを与えることができる。俺の運命は俺が決める。俺は破壊する者、裁くものだ。所詮お前は失敗作。死ね、ハカイダー。
やめろ、来るな。私を殺す気か。貴様には殺す価値などない。ついに私は、ついに。